親しくしている私立の校長がいるんです。人格者だし、先生のような優秀な方ならきっと受け入れてくれると思います。せっかくですがお断りします。どうしてですか？再教育センターに行ったらですよ、1年か2年は現場には戻れないんですよ。私は公立でしか教える気はありません。子供たちに学力や貧富の差がある難しい環境だからこそやりがいがあると思わないんですか、皆さん。さあ皆さん、授業始まりますよ。なんであんな素晴らしい人を辞めさせなきゃいけないんでしょうか。阿久津先生は自ら大きな壁になって自分を乗り越えろと言いたかったんですよ。壁にぶつかったことがない子供は挫折に弱いし、今は大人が壁になっていないから子供が舐めるんだし、子供は私のことなんかすぐ忘れるけど、阿久津先生のことは一生忘れませんよ。本当にやめなきゃいけないのは私のような教師の方じゃないんですか。せめて俺たち年寄りは阿久津先生みたいなやる気も理想もある人を守ってやらんといかんのじゃないでしょうか。大人がかっこよくないから子供がグレるんです。